でもなんかあれですね、結構真似されてる、真似されるとかでしょうね。そうですね、はい、それはここら辺でいやいや、ここら辺じゃない、全国的に、はい、でも吊るしてるところはない。いや、吊るしてるとこありましたね。そうそう、出てる、ありました、ありました。そのこういうどこだったかな、器までなくなっちゃったって聞きました。はい、そう、まあ、そうですね。タルタルってなんか言われますね。なんですか、ハッシュタグタルタル兄弟とかな、みんなタル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 で上げて、はい、その放送していただいて、去年の10月だった、9月だったかな、あの川口湖でトライアスロンがあったんですよ。で、川口湖トライアスロンに私出たんですけど、それヒロミさん出てて、へー、そうで、僕あの出してもらったんですよって話して、そしたら覚えててくださって、お兄ちゃんもやるのかって、覚えててくださって、で写真撮ってもらったんですよ、ヒロミさんに。へー、ほんとですか。これすごいですよ、これヒロミさんにこう撮って、写真で。あ、ほんとだ。はい、ちなみに今こう携帯の待ち受け画面これ、ね、あ、ほんとだすいません、あ、お茶やってください。あ、いいですか。あ、でもすごい、下がってるのは、あの清水って冷凍マグロの水揚げ額が日本一なんですけども、あ、そうなんですか。そのこう漁船からこうマグロをこう下ろす時の、はい、こう吊るしてるのをイメージしてこういう形にしてます。あ、こちらで、あちらにちょっと開いてる方に乗ったら何ですか。何て見るの。そうですね、でそこにあの貝がついてると思うんですけども、それでこう外してもらうと、あ、本当だ、こういうふうにできるんですね。あの説明としては、うん、すり身をこの、はい、マグロカツの上に乗せて、うん、で、わさび醤油で食べるというね。そうですね。やっぱり飽きてくるんで、どうしても恋しくなったそこでタルタルをつけてまた食べると。それはカツの方だけですけど、まあ、あの、あ、刺身にはやっぱ合わないので。なるほど。じゃあこのすり身を乗せて、はいはい、でこれをちょっとつけて、はいはい、でそれで食べてください。まいこれ絶対うまいっす。いただきます。はい、どうぞ。どうすか。あ、うまい。これうまい。そうなんですよ、これシンプルにうまいっす。じゃあタルタルで、はい、はい、これはうまいっすよ、本当に。あ、本当そう。食べたらじゃない。はいはい、もう行ってください、行ってください。もっともうちょっと。タルタルにカツをつける感じ。カツにタルタル。ああ、逆ってことです。逆です。ああ、ちょっとじゃあ。こんぐらい。はい。いいっすね。うん。
羨ましいですね。どれが美味しそうですか？お寿司。お寿司ね。すごい。サーモンが美味しい。うん、サーモン。今日は新しく出たこの今からメニューが出るので、もしあれですから。ここでサバを養殖しております。これ三保の松サバって言って、三保、清水の三保の、地下海水で育った養殖サバ。入っちゃっていいのかな。あ、お願いします。はい、うわすごい、なんかいっぱい、なんかビニールハウスじゃないけど、なんかでかい。ここでいいですか？じゃあここでちょっとサバ見ながらでも。あるんですか？ここに今、実家用のサバちょっと分けて置いてあるんで、これ今日持ってくるやつなんです。うわーすごい。栄養満点な餌をゆっくり泳ぎながら食べるので、本来このサイズだと油なんか絶対乗らないんですけど、天然だと。僕らのだと、もう全身霜降りの大トロになっちゃうんです。サバなんですけど、一回も海に入ってない、海を知らないサバなんです。あ、なるほど、そうなんですね。生まれた時から陸上の水槽で、ほぼ無菌で、無酸素、プランクトンとかその寄生虫とかが生きられない環境になっているので、そういったものもいないんですね。おお、刺されました。そうですか。うわー、すごい。ここがサバの水槽。あ、これがサバの水槽なんですね。すごい、でかいですね。中に大体1000匹ぐらい入れてるサバが。なるほど。で、入れてから、何をされてるんですか？これ今、出荷用のサバを釣ってます。釣る？どうして釣られるんですか？やっぱり網を入れて取るとサバが傷んじゃうんですよ。へえ。そこの出す時間に合わせて僕らはこうやって釣って締めて次の時に。
そうなんです。うわすごい。わあ、生きがいいですね。わあ、いいですね。釣れましたね。大きいですね。あれでも毎回これやるんですもんね。今日は朝からやってた。朝からじゃあ釣りずっとされてるんですか。そうですね。世話の合間に。今回私やっぱりこのナスビさんのタルタルうまいじゃないですか。タルタルに勝ちたいなと思ってて、エビフライも私ジャンボエビフライ食べに行ったことありますけど。食べたことあるんですか。ありがとうございます。やっぱタルタルがうまいんですよね。おかわりタルタルでご飯かけてとか。で今回も多分タルタルついてくると思うんで、やっぱ勝つのがうまい、エビ、サバの方がうまかったってやりたいんですよね。ちょっと勝負ですね。今回もいや、しかしね、こうやって殺しちゃうじゃないですか。はい、でも愛着湧くんですよ、やっぱり命奪うわけですから。美味しく作って残さないようにしてもらわなきゃならないっていうのはやっぱり宿命ですよね、僕らの。氷なんかもそのまんま直で打つっていうよりは海水氷でできるだけこう角で魚に角が当たらないように、水の中に氷が浮いてる状態で魚も一緒に浮いてる状態で持ってきます。すみません、もうちょっと。そうですね、やっぱり鮮度が大切なので。もう一箱。はい、もう一箱。はい、お願いします。鮮度が良すぎるとこういうふうに下ろした後に身が縮まってくるんですよ。縮まって反っちゃう。身が生きてる状態で下ろしてるこういうふうに。どうやって食べる？食べ方ってあるんですね。これじゃあちょっと説明します。これ塩レモンで食べていただいて、はい、塩レモン。一応これタルタルついてるんですけども、はい、これやっぱ塩レモンが推奨なんですけども、この
ここに揚げてある骨、これもタルタルつけていただいて結構です、はい、あとご飯にタルタルも OK です、うん、でこれは塩レモンがいいんですけど、まあ、タルタルでもいいんですけども、まあ、でも僕はやっぱりこれはタルタルだと思うんですよ、塩レモンじゃなくて合うと思う。じゃあタルタルにつけて食べる、タルタルでも大丈夫、はい、タルタルの方がいいと思います。あ、まあ、まあまあそれぐらいです。うまい、生です、うん、ほぼ生です、うん、ブルーレア、うん、よ、本当にうまいですね。そうなんですよ、うん、うまいっすね、本当にうまい。はい、すごいな。すいません、タルタルのおかわりをいただけますか。すいません、あ、僕も、はい、じゃあ、おかわりされます。あ、すいません、この骨がまたね、タルタルあるんですよ。はい、もうこのまま、うん、はい、どうぞどうぞ。どうすか、うまいっしょね、ほんとうまいっしょね、これね、うまい、うん、うまっ、うまっ、いや、ほんとうまい、ほんとうまい、うん、美味しかったです。ありがとうございます。ぜひともまた。
頼んでください。いや嬉しいな、超嬉しい。はい、美味しかった。あ、ちょっとキレイなんですけど、お待たせしました。こちらが、氷室盛りでございます。はい、この氷の中にお作り入ってるんですけど、そちら出していただいて、こちらが肝と、ここまでやってもらえると嬉しいです。これは、はい、こ、あ、はい、すみません、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもまたよろしくお願いします。いや、今日の勝負、いい勝負でした、ね、いや、いい勝負でした、ね、負けましたね。いやいや、おかわりしてました、待って、とんでもない、とんでもない、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとタルタルだけチェックしてください。